シャルです。今回カポは3フレットについています。ではまずはじめのこの部分、ここは Em7 をこう押さえます。そしてスタッカートで4弦から1弦までを同時に2回弾きます。次に Bm7 をこう押さえて5弦から2弦までを同時に、これもスタッカートで2回弾きます。そして次に C をこう押さえて5弦、3弦、2弦、1弦を同時にスタッカートで弾きます。そこから D をこう押さえて4弦から1弦までをスタッカートで弾きます。次に G をこう押さえます。そして6弦、4弦、3弦、2弦を同時にスタッカートで鳴らします。次に Bm7 をこう押さえて5弦から2弦までを同時にスタッカートで鳴らします。ゆっくりで押します。次の部分、ここは Em7 をこう押さえます。そして4弦から1弦までをスタッカートで同時に2回鳴らします。そして Bm7 をこう押さえて5弦から2弦までスタッカートで2回鳴らします。そして C をこう押さえて5弦、3弦、2弦、1弦を同時にスタッカートで鳴らします。そして D をこう押さえて4弦から1弦までを同時にスタッカートで鳴らして G をこう押さえます。そして6弦と4弦と3弦を同時に弾いて、そこから3弦と1弦を同時に弾きます。ゆっくりと押します。次の部分、ここは6弦開放弦、1弦3フレットを同時に弾いて、次に2弦の3フレット、そこから4弦2フレットと3弦開放弦を同時、1弦開放弦、そしたら G on B をこう押さえます。そして5弦と2弦を同時、次に3弦開放弦と弾いたらこう押さえます。そして4弦と1弦を同時、次に2弦、ゆっくりと押します。この部分は後でもう一度出てきますので、パターン1とします。次の部分、ここは C をこう押さえます。そして5弦、3弦、2弦、1弦を同時、そしたら次に1弦の3フレット、そして D をこう押さえて4弦と1弦を同時に弾きます。次に中指で1弦の5フレット、そこから G をこう押さえます。そして4弦と1弦を同時、次に3弦と弾いたら Bm7 をこう押さえます。そして5弦と2弦と1弦を同時に弾いたら、次に今押さえている小指を離して1弦の3フレット、そしてすぐにハンマリングで1弦の5フレット、そしたらまたプリングで1弦の3フレット
ゆっくりと押します。次の部分、ちょっとね長いですけどいっぺんにいっちゃいます。ここはまず6弦と2弦と1弦の開放弦を弾きます。そして3弦の開放弦、そしたら2弦の5フレットと1弦の5フレットを同時、そして1弦の3フレット、そこからハンマリングで1弦の5フレット、プリングで1弦の3フレットと弾いたら G on B をこう押さえます。そして5弦と2弦を同時、次に3弦の開放弦を2回弾いてから4弦の開放弦と人差し指で3弦の2フレットを同時に弾きます。次に2弦の開放弦、そこから人差し指で3弦の2フレット、そしたらこの人差し指をそのままにしておいて中指で5弦の3フレット、次にプリングで3弦の開放弦、そして4弦4フレット。ここはね、僕は小指で言っていますけども、あの薬指とかでも全然大丈夫です。4弦4フレット、次に3弦開放弦、そして4弦開放弦と人差し指で3弦2フレットを押さえて同時に弾きます。そして2弦の開放弦、3弦2フレット、プリングで3弦の開放、5弦の3フレット、4弦の4フレットを同時、そしてプリングで4弦2フレット、ハンマリングで4弦4フレット、3弦開放弦と弾いて B7 をこさえます。そして5、4、3弦を同時、次に2弦の開放弦、ハンマリングで2弦1フレット、ハンマリングで2弦3フレット。ちょっとだいぶ長くなりましたけれどもね、ゆっくり今やった部分を通します。次の部分、ここはパターン1を弾きます。次の部分、ここもさっき出てきたのとほぼほぼ一緒なんですが、C をこう押さえます。そして5弦3弦2弦1弦を同時、そして1弦の3フレット、D をこう押さえて4弦と1弦を同時、そして中指で1弦の5フレット、 G をこう押さえて4弦と1弦を同時、そこから3弦と弾きます。次に Bm7 のところをこう押さえます。僕は中指で6弦、そして人差し指で1、2弦を押さえているんですけれども、これが、やりにくい方は人差し指でペタッとこう全部押さえちゃっても大丈夫です。Bm7 をこう押さえて6弦と2弦と1弦を同時、そして1弦7フレット、ハンマリングで1弦10フレット、プリングで1弦7フレット、ゆっくりと押します。
次の部分。ここは6弦開放、2弦開放、1弦5フレットを同時に弾きます。そして1弦3フレット、ハンマリングで1弦5フレット、プリングで1弦3フレット、次に3弦開放、2弦5フレット、2弦3フレット、そしたら中指で6弦7フレット、3弦開放弦、2弦開放弦、1弦開放弦を同時に弾きます。そして小指で2弦の8フレット、スライドで2弦10フレット、そして中指で4弦の9フレット、そこから1弦の10フレット、プリングで1弦7フレット、そのままスライドで1弦の5フレット、ゆっくりと押します。最後の部分、ここは C をこさえます。そして5弦と1弦を同時、次に3弦1弦と弾いてから4弦の開放弦と1弦の5フレットを同時、そしてプリングで1弦の3フレット、次に2弦の5フレット、1弦の3フレット、そして中指で6弦の3フレットと1弦の開放弦を同時に弾きます。そこから薬指で2弦の3フレット、そしてもう一度2弦の3フレット、プリングで2弦開放弦、次に4弦開放弦と2弦の3フレットを同時、そしてプリングで2弦の開放弦、次に人差し指で3弦の2フレット、2弦の開放弦、そこから6弦の開放弦、4弦開放弦、3弦2フレットを同時、プリングで3弦開放弦、そしてもう一度3弦の開放弦を弾きます。ゆっくりと押します。それでは初めからゆっくりと押します。